おい、待て待て、落ち着け。お前のせいだ。誰のせいでもない。お前のせいだよ、ヘンリー。え、マジで。無事だった。まあな、怪我人は。いや、いない。ここを出た方が良さそうだ。行くぞ。ああ、行こう。それ本当かよ。ああ、そうだ。トミーの誕生日でな、あいつの望みはハーレーを借りて横断旅行さ。チキシよ、俺も近所ワンブロックでいいから乗ってみて。どうだった？よかったよ、すごく。よかった？おい、聞いたか？もっと感想あるだろう。頼むぜ。どうやら私はいない方が良さそうね。おい、待て待て。ハーレはただのバイクじゃねえぞ。あいつにまたがってエンジンを感じてみろ。最高だぜ。乗ったことないはずでしょ。夢で乗ったのさ。やすぎ、はい、夢で乗ったのさとか。俺の仲間は来ないみたいだ。ああ。そのことをサムにどう言ったらいいのか。僕は今日お仕事お休みですね。仕事休みじゃなかったら、ね、あの二人ようやく打ち解けたみたいよ。こんな時間まで放送してないっすよ。何してんの？今日見つけた食料を記録してる。なるほど。それじゃあ桃の缶詰は何個ある？兄貴が行けって。え？なんでヘンリーが？僕がヘマしないように。さっきはみんなうまくやったじゃない。特にあんた。どうしちゃったの？どうもしてない。そっか。じゃあおやすみ。なんでいつも平気なの？思春期か？そんなはずないでしょ。怖いものある？そうね。サソリは気味が悪いね。あと一人になること、自分一人ぼっちになること。太一の声好き、ありがとうございます。太一さん肌が白くて綺麗です。そんなことないですよ、そんなことないですよ。ロイヤルさん、おはよう。意識はあるのに体が暴走してるのかも。自分がそうなるのが怖いよ。わかった。私たちはもうチームなの。お互いに助け合おう。あとあいつらは人間みたく見えるけど中身はもう人間じゃない。兄貴もそう言ってた。中の人は家族と一緒に天国だって。ちゃんひでさん、おはようございます。本当だと思う？私もわからない。それを信じたいけど。さすがにこの時間帯は俺も眠くなってくるな。でも信じない。そうだね。ああ、僕もだ。そうだ、深刻な話で忘れてた。はい、ヘンリーにバレなきゃ取り上げられない。やっぱりそういうことか。疲れた。また明日ね。ありゃ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 、
やられちゃってるよ、この子。この子やられちゃってるよ。いや、ドッキリされるのも、するのも好きですね。いい匂い、うん、おはよう。サムはゆっくり寝させてる。そう、飯が食いたいならあいつを起こしてくれ。了解。サム？なんだ？加勢してる！俺の弟だぞ！サム！知るか？ひどい。あ、エリ、大丈夫か？うん。やだ、嘘でしょ。サム。なんてこっちゃ。サム、ヘンリー、ヘンリー、そこにいろ。ヘンリー、俺はなんてこと。銃は俺が預かる、いいな。おい、待て待て、落ち着け。お前のせいだ。誰のせいでもない。お前のせいだよ。ヘンリー、ヘンリー、よせ。え？マジで？秋はあれから月日が経ったってことね。マジか。今ジャクソン軍か。じゃあジャクソン。このゲームはね、2013年に発売されたもので相当古いんで安いですよ。3000円もしないんじゃない、中古品で。それはついてからだ。いやー、まさかだよね。ほんと映画見てる気分だわ。ああ、道はここまでね。当時マジでこれすごかったもんな。 PS3 で川沿いを行こう。すぐ近くこのクオリティはやべえだろうとかと思ったの。一体何があったの？何のことだ？トミーとリマスター版はね、新しいかもしんない。意見の不一致ってやつだ。ええ、なるほど。意見って何だ？世の中の見方が俺とは違ったんだ。で、彼はファイアフライに入ってる。あのマーリーンのやつがそそろかした。しばらくは夢中だったが結局はやめた。あいつらしいがな。最後はどうやって分かるの？確かこう言われたっけな。お前の面なんて二度と見たくない。助けてくれるの？それはつけばわ。リオさんデザバイ買った？やりますね。俺もこのゲームやったことあるよ。とにかくクリアしたこともあるし、やっぱラストオブアス2が発売されるからね、1やっとかないと的な感じですね。ジョエルの昔の仕事もアンダーグラウンドみたいだし、娘を亡くしたから集団でやっていかないんだろうな。あー、なるほどね。半分だけか。あっちも上がれば渡れるね。この穴怪しいですね。あ、なるほどね。やっぱ孤立か。大樹さんって優しいですよね。けど昔ビデオ屋喧嘩してやめたって本当ですか？本当に喧嘩とかするんですか？喧嘩とか全然します。します。ここに。分かってる。こいつに乗ればいいんでしょ。その時はね、僕専門学生でね、ちょっとね、店長がね、あまりにも理不尽なね注文をしてきてね、呆れてやめましたね。はい。とんだクソ野郎でしたね。リアルにとんだクソ野郎ですよ。まあね、そういう理由がありましてですね、やめましたね、ビデオ屋さんは。仕事内容的にはすごく楽しかったんだけどね。気をつけて渡って。分かってる。チームワーク。やった。ああ、俺もだ。俺も腹減ったよ。まずはここを抜ける。次に食い物だ。